おはようございます。今日は木村屋のパンオレンジドイツコッペ、こちらの方に挑戦してみたいと思います。なんとね、これ1個で721キロカロリーでございます。ペヤングの焼きそばってありますけども、あれのねデカ盛りみたいな雰囲気ですね。というのはこれね、結構でかいんですよ。普通のコッペパンってこのサイズですよ。でかくないですか？2倍ぐらいありますよね。いや、これはね721キロカロリーですよ。結構気合がいると思いますんで、シールも 0.5 が2個ついてます。価格もね200数十円だったと思うんですよ。これはなかなかね気合いるんじゃないかなと思いまして。ちなみに木村屋のパンのロゴはこれでございます。これ売れるのかなと思いましたけども、売れるんですよね。他にもねドイツコッペとかあるんですよ。まあこれ1本今日はいただいてみようかと思います。どうも、ピッと開けて、なかなかの大物ですよ。で、多分オレンジが入ってるんですよね、こういう風にね。でかい。口を開けてもね、口の大きさいかないですね。あのビッグマックを食べる感覚です。まあでもちょっと無理していただきます。うん。うん。うん。すごい噛み応えというか歯応え。顎が、ね、痛くなりますね。だって太さも全然違いますよ。ペットボトルがあるでしょ。ほら直径同じですよ。ペットボトルをこうやって食えます、この大きさ。木村屋のパン、木村屋さんもかなりね挑戦してきますね。いや、一口がまだね口の中に咀嚼してますよ。もう一口いきます。うんうん、あ、すごいな。ということでね、こうやってパンを食べてるところを動画で放送してもそんなに見る人いないと思うんですよ。しかしこれにはね2つの意味があるんですよ。主に私がなんでこれやるか、一つはあの文化的記録です。大げさに言えば木村屋のパンっていう会社、私ねあんまりローカルな会社だと思うんですよ、チェーン店ながら。ですんであんまり知られてないですよね。でパンっていうのは商品が開発されてるんですよ。新しいのが出ちゃ人気がないのが消えていくんですよね。その中で動画として記録を残していくっていうことを木村屋のパンのファンとしてやっていくっていうのはなかなか面白い挑戦だと思うんですよね。それが意味の一つ。もう一つはまあ広告費ですよ。あの今ね私 YouTube 動画を上げると何でもギャラになるんですよ。その中で実際にリアルな店舗があったり、まあ、飲食店があるもの、特にこうやって店内で食べないものね、菓子パンなんて異例なんですよ。菓子パンとかカップラーメン、こういうのをネタに YouTube を撮ると広告収入ってかなり安定して長い間見込めるんですよね。まあ、ですんでね、このパン300円以下だと思います。300円ぐらいだったと思いますけども、このパン今食べたの放送したじゃないですか。これ多分ねこの代金はまあ何ヶ月かで取り戻すと思うんですよ、 YouTube の再生数でね。まあ木村屋さんっていうねこのパンのメーカーにも喜べるかなというところもありますけどね。いつか木村屋のパンに招かれたいですね、社長室とかに。私ね木村屋のパンの、まあ、観光大使になりますよ、もうこうなったら。ということでこれからも木村屋のパン店舗にあるやつ全部食べてみますんでね、まあ、木村屋さんお楽しみに。私がついてます。それではこれあといただきますんでね、ありがとうございます。